ヤンと、イキョウと、ヤンビシャキチは、キエフのトイシャツキーである。キエフ大公ヤロスラフのボエボダビシャタノコ。1071年、チェルニゴフ公、スビアトスラフのために、ロストフ県でダーニを徴収し、同時に、不作と基金によって引き起こされたベローゼロでの放棄を、鎮圧した。年代記の記述によれば、放棄を引いた二人のボルフは、基金の年に隠していた、麦、蜂蜜、 魚などを取り出してみせ、人々を欺いていた。ヤンは、信仰や恐竜に関する問答の末、民衆を味方につけ、二人のボルフを殺した。1093年、チェルニゴフ公、ウラジーミルモノマフと共に、ポロベツ族への遠征を行った。1106年には、兄弟ノップチャタと共に、ザレチスク周辺を制圧した。年代記やペチェルスキーの聖人伝には、ヤンとその妻、 マリアのキリスト教的な徳を褒めたたえる記述がある。ヤンの息子のバルラームは、キエフペチエルシク大衆動員の初代定員となった。岩間通る、ロシア史、P90、田中明智子、ロシア史1から9世紀から17世紀マイナス P102 から103。ありがとうございます。